Today's performer is MJ. こんばんは。こんばんは。MJ です。もう今ちょっとコロナでね、なかなか全国のスナックに行くことはできないんで。僕たちね、あの漢字一文字のスナックをね巡ってるんですけどね、リモートでね今やってます。そうですね。うまいこと言う、面白いこと言うね。面白いこと言うねじゃねえ、普通のこと言っただけない、ね、いいのよそんなの。本当にスナックで受けるんですよ、いつもね。いや受けてないからさ。この間も言ったよね、もう半年ぐらい前か、いいっていうね、良いっていう字書いてナイスっていうお店、あれよかった、あれ秋ママ可愛かったよね。あれどこだっけ、あれん、何県だっけ、あれ、あれ尾形県じゃないの。もういいのよそのくだり。これがね、本当どこでも受けるのよね。これリモートでやると困るのよ、カクカクカクって止まっちゃうから。これがね、今何て言ったんですかってコメントされちゃって、ひどい目あってたじゃん。いやでも本当いろんなとこ行かしてもらってね、北北海道から南は青森まで。短いな、ずいぶん短い。もういいんだよこのやり取りで。浅草でも受けない、これ本当に。こんなんが好きなんでしょ、みんな欲しがってんだって。こんな誰が欲しがってんだよ、あんたいつも欲しがってる欲しがってるって。誰も欲しがってない。 MJ 流行ってるだしよ今、MJ いろんなとこで流行ってんだって今。流行ってんの、ものすごい流行ってんだって。どこで流行ってるか知ってる、どこで流行ってんの、 MJ だけに。ああ、ちょっと浮かばないんじゃん、もうやめようよそういうの。明治通り、明治通り。いいよ、明治通りって MJ ってどういう意味だよ。なってないじゃん、もうやめようよかかるの。かかるのやめようよってあんま聞いたことないよそれ。いや、かかるのやめようよ。かかってんのよ、すんごいかかってんのよ。エンジンがってことそれ。何、いやエンジンの話じゃなくて本当に、じゃあ劇場に出ないよもう。出ないから鬱憤をこういうところでってなっちゃってんだから。いいじゃないのよ、もう 2,3 年出てないんだよ劇場なんて。出てないから、こういうところに来たら全部放出しようみたいになっちゃってんだ、本当に。全部出そうと思って、今日ちょっとね時間余裕あるしよ、楽しいよ。だから誰が時間に余裕があるのか言ったの。言ってたよ、だってスタッフさん言ってないよ。ねえ音響たけちゃん、ね、いいよいいよ、いいよ、そのねえねえ配信の人がわからないくだりをやろうとしなくていいんだよ。古いのよ。こうやってんじゃない、丸こうやってんじゃないの、本当に。さほど知り合いでもないのにたけちゃんとかって一番困んだよ音響さん。ねえ飲みに行くもんね今度ね、ゲータレードかなんか飲みに行こうね。いいよそんなゲータレードなんか飲みに行く、酔うわけないじゃんそのゲータレード。誰も笑ってないよこれ本当に。ごめんなさい、こんなこと言ってる場合じゃないの、歌歌わないと。あのね、本当にひどいコメント来てますよ、歌わないのかって。 MJ ってMJ って歌わない集団なんですかって来ちゃう。どんどん MC が長くなっちゃうのでしょ、もうそれじゃ困るから。 MJ って、歌と、ギターがすごくいいじゃんって言われたいじゃん。本物っていうのを見せよう。だからそれを見せて、その見ていただいて、ご機嫌伺うって、お話だけじゃダメなんだ。わかりました、じゃあここで本当にアーティストだっていうのを見せましょうよ。いやそれが MJ だっていうとこ見せなきゃ。よし、弾かなきゃ始まんないんだよそもそも。そうだ、あいいね、いいいい音色だから今日も。ふさわしい今の時期にふさわしい歌、はい、なんかそういうのをちょっと披露しようよ。 OK、 じゃあ旬のもんを生かしていただきます。いやいやいいじゃない、はい、いいじゃない、皆さんしっとり聞いてください、はい、それでは聞いてください、宮迫博之で Love is over。 ダメだダメだダメだよ。え、旬でしょ。違う、旬走っちゃダメなんだよ。 Love is over。 うまいな。悲しいけれど、いい、似てるけど、似てるけどいいんだよ。もうこの劇場には戻ってこないんだから。そう、わかんないじゃないよそんなの。わかんないかどうかって知り合い、いやそれ俺もわかんないけど。わかんないし、旬でしょ。だって旬の意味が違うじゃんって。違うの、これ YouTube でしょ。だってこれ YouTube でしょじゃなくて、まあそっち でいいよ、見てないからその本人が。本人配信見てるわけないだろ。いやわからないじゃない、愛してるって言ってたもんだって。愛してる、もうかかってんのよ。いや何かねえ、これはいいよ、これはかかってるよ。これは本当にあんたかかってるよ。本当に あんた久しく出てないから、もうどこまで言っていいのかとか分かってない。ごめんね、今は触れない方がいいんだって。そうなの、知らないけどさ、そんなの。まあそこはいいじゃない、そんな話をしに来たんじゃないでしょ。ちゃんと旬で今の時期って言ってんの、やっぱり春のね。そこでしょ、卒業シーズン、3月なんだから。桜なんてどうかな。
だからそれを言ってんだから。あ、わかりました。何がラブイズオーバーだよ。すいません、お願いします。桜ソング行きましょう。はい、聞いてください。聞いてください。生千枚で桜。いやいや、小袋なんだよ。おい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 。おい、何？おい、生千枚で桜とか受けないんだって。え、違うの、こんなんだ、こんなの好きなんでしょ。焼肉屋でも受けてなかったじゃん、これ。焼肉屋が一番受けんだよ、あんなの。焼肉屋なんか、ギアラ頼むときに、リチャードギアラで、なんつってね、その、しびれスタスタローンお願いします、みたいな言って。なんでそんな顔すんのよ。本当にかかっちゃってんだよ。あの、かかっちゃってるよっていうのは、かかってないときに言って受けるんで、初めて。本当にかかっちゃダメなんだよ。知らないよ、倍かかってんの。わかんないよ、そんなの。こっちもテンション上がってんだから、ね、あんまり舞台出ることないんだから。なんか最近あれだね、焼肉のメニュー変わったね。千枚なんか言わなかったじゃん。何リハでは上味のっつってたんだよ。一番最初の頃何はもうハラミとか言ってたじゃん。そう、ハラミちゃんとかね、なんか言ってたんだけど、年を取るとね、食べるもん変わってくんだよね。そう、ちょっと油もんがダメだ。もういいよ、その焼肉の話。ロースがちょっと俺が乗ったらすぐ乗ってくるな、おい、うん、赤身で行こう、赤身、赤身で行こうじゃなくて、もう頼むよ。ねえ、しっとり聞かして。マイクもいいの使ってさ、喋、はい、るためのマイクじゃないじゃんって。そう、これね、もう本当に全部全部フリーロンね。変な係いらないわ、本当に。え、あの一番悪いとこ出ちゃってるの。何が盛り上がる。同期と後輩がすごい煙たがれるんだ。あいつの欠点ってどこなのって、それでお酒が進んじゃうんです。それか、うん、なんかよく言われるんで、 M の欠点ってどこなんですか。あんまり劇場終わった後なんか誘われないなと思ったらそこか。すごい出しちゃダメなんだって。カラオケだけ呼べるんだけどな。できるのは分かるんだけど、そこじゃないでしょって。あなたもうそれ繋がってんだよ。どうぞ、そうそうそう、これ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 、いいでしょ、いいのが、うん、いいのが、だから繋がってんだから、やじゃあ弾きなよ。 J がしっかり歌いますんで、皆さん、 J はあなたが弾かないと歌えないんだ。そうか、はい、頼んだよ。じゃあ聞いてください、小袋で桜。桜新町の先の長谷川町子記念館の隣のとんかつ屋の話、少し厚みのあるロースもいい。いい、え、喉潰れるわ俺。こんなんじゃない、何の話してんの今。こんなん桜新町の何なの、分厚いとんかつのロースとか。惜しまれながら店が閉店したっていう話はいいんだよ、もう。そんなんじゃないの、もうやめてよ、本当に。本当の歌に行くまでに本当に潰れちゃうよ。ごめんなさいね、ここがどんどん長くなっちゃうのよ、いつも、うん、頼むよって、うん、何かあったの家庭で。帰りたくない症候群が出ちゃってんだ。本当コロナも延長になって嫌なんだよ。ねえねえ、帰りたくないんだよ。オタク、小袋の桜って言ったらもうやろうよ。あ、そっからが長いんだよ。もう一個欲しくなるんだよ、もう一個。そのもう一個は音でもう一個欲しくなるんだよな。向こうが求めてないから。オッケー、求めてる時が合致した時にパチンと合わせようよ。 OK、 聞いてください、小袋で桜。名もない花には名前をつけましょう。この世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように、土の中で眠る命の塊、アスファルトを押しのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ、分け合う二人太陽と月のようで、実のならない花もつぼみのまま散る花も
あなたと誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてくそしてまた大人になった追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのないなくさないで君の中に桜名もない花には名前をつけましょうこの世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように誰かの声でまた起き上がれるように という歌を今から歌いたいと思います。